民も豊かになれば礼節を知るというもの。格調高い国となるよう励みましょう。民の笑い声が優しく響いている。この穏やかな音色、私が守らなくては。のんきなものね。何も知らないで笑ってるわ。でもどこか温かい気持ちになるのはなぜ？みんな幸せそう。みんなの笑顔が私に力をくれるわ。
が幸せになるよう頑張るからね。誰もが安心して暮らせる国にしたい。だから私、頑張ります。私にも守れているものがある。あの民の笑顔がその証だと考えてもいいかしら。民が安らかであるよう兵は戦う。それは私が戦う理由でもあるのです。
民を守るのが私の務め。この命ある限り。みんなが笑ってくれてる。きっとお腹いっぱいで幸せなんだろうな。皆さんが幸せそうでよかった。この笑顔を守っていかなくては。
の笑い声って心が温まる。この平穏が続くように努めなくてはね。みんな笑顔でよく働いているわ。私の教育が行き届いているようね。みんなの間に笑顔が満ちています。私の道は間違っていないということですわ。皆さんの笑顔は私が守ります。ご安心ください。Thank you.
皆の暮らしは私が守るよ。皆私の子供みたいなもんだからね。笑顔を向けられると胸が温かくなるな。早く皆がそうなるよう作らねば。誰も彼ものんきな顔ね。もっと緊張感を与えてもいいんじゃない？